たけし岡田のちょっとれ。さあ今回はぐっすりお休みストレッチということで、寝る前に副交感神経を優位にするリラックスストレッチの特集です。まずは全身の力を抜いて足を伸ばして座り、片方の足を高く上げ、首を前後に揺らしていきます。30秒後に左右の足を入れ替えます。呼吸は止めずゆっくり行ってください。足を入れ替えます。首の前後が気持ちよく伸びる程度に頭を動かしていきましょう。動きはゆっくりと。続いては腰のストレッチです。仰向けになり、片方の膝を曲げ、反対側に腰をひねりながら倒していきます。その状態でお尻、腰、背中の下部にストレッチの感覚を感じながら、ゆっくりと呼吸をしてください。なるべく両肩はベッドから離れないように意識しましょう。それでは反対側も同様に行います。続いては腕のストレッチです。片方の腕を肘を抱えるように自分の胸の前を通すように持ってきます。二の腕から肩の後ろにかけてストレッチの感覚が伝わるように、ゆっくりと呼吸をして姿勢を保持します。反対側も同様に行っていきましょう。続いては足のストレッチに参ります。足を組んで、組んだ方の足側に膝を倒していきます。太ももの外側、お尻の中の方にストレッチの感覚があるのではないでしょうか。このまま下になっている方の足の膝を深く曲げると、太ももの前の方の伸び感が強くなります。もし腰などに痛みが出る場合は、若干の姿勢を変化させて行いましょう。
反対側も行きます。ゆっくりと体をまっすぐにします。続いては足の指の脱力エクササイズです。仰向けになり、心も体も落ち着いた状態で足の指を曲げたり伸ばしたり、足首から動かしていきます。ふくらはぎの血流が良くなると全身の血液の巡りが活性化されます。さあ、続いてはお尻のストレッチです。足を組んで下になっている足のもも裏を持つように膝を抱えます。伸び感が起きてくる範囲は個人差がありますので、柔らかい人はより自分の胸の近くに足を引き上げましょう。続いて反対側も同様に行います。股関節全体をリラックスさせていきます。両膝を曲げて斜めに左右交互に倒していきます。反動はあまりつけないように、ゆっくりと自分の股関節が動かしやすい範囲で動かしていきましょう。足と足の幅は少し広めにとった方が股関節の動きを出しやすいです。終了したらゆっくりと気持ちのいい睡眠に入っていってください。皆さん、お疲れ様でした。また明日お会いしましょう。